始まりました。ハイチのダラダラジオでございます。週末皆様いかがお過ごしでしょうか。この1週間まずね、こうシルバーウィーク明けで相当ね、心身ともに疲れた方もいたかと思います。まずは1週間お疲れ様でした。実はですね、昨日息子の運動会がありまして、でもその話をちょっとね、今日メインで話していこうと思うんですけれども、多分タイトルなんか子育ては難しいみたいなことになってるかと思うんですけど、ちょっとねあることがあったんですよ。まあちょっとざっくり言うと、その長男がね、うち子供2人いるんですけど、長男くんが、運動会でちょっとうまくいかなかったんです、あることが。で相当へこんでるっていうか、もうその落ち込んじゃって、でそれをねどう伝えていくかって、もともと長男くんは完璧主義なところがあって、で今切り替えら、それでもさ、幼稚園だ保育園時代に比べればすごくお兄ちゃんになったし、自分でね切り替えられるようになってきたんだけども、なかなか今日うまくいかなくって、それがでさっきさ、お風呂にご一緒に入ってて、でいろいろ話してきたんですよ。で自分もそういった場面でどういうふうにね、父親として声をかけるのか、もしくは意図的にこうちょっと距離を置いて個人一人で考えさせる時間を取るのかってい う、 もう選択肢がいっぱい出てくるわけ。子育てって本当に毎回そうで、でその中から自分でいっぱい考えた上で、言葉と行動、どちらの言動にしても行動にしても選択をしていって、反省したり、あうまくいったなって思ったりとか、いろいろなんですけど、で今日はね、その最終的にいろいろ話した後に、最後がお風呂だったの、さっき。で自分の思いを伝えてて、で私子育てしていく中でいろいろ大事にしてることはあるんですけど、その中の一つに息子をあまり子供として、対応しないっていう、いやそのね、無茶ぶりはしないよ、無茶ぶりはしないんだけども、一人の男として、一人の人として接していきたいなっていうのが結構あるんです。だから子供扱いはあんまりしないんですけど、だから難しい考え方とかも、言葉はね噛み砕きますが、ある程度あの子がこう、なんだろうな、いい大人というか、かっこいい、人になっていってほしいなって、それになんか早すぎることもないから、割と難しい考え方とかも伝えちゃうんです。でその時に言ったことがあって、で息子にね、ねえねえって、未来とさ現在と過去ってあるじゃんって、違いわかるって言ったんですよ。で小3なんだよね、わかるじゃないですか、未来はほにゃららでみたいなこと言ってて、じゃあさ、その3つの中でさ、うちらがさ変えられるものってどれだと思うみたいな話をしたんですよ。でそしたら、未来でしょって言って、でもう1個あると思うんだよねって言って、今みたいな、現在みたいなことになって話してたので、でもそうでも過去って変わんないじゃんって言ったんですよね。でパパもさ、もう37年生きてきてるんで、いっぱい嫌なことあったし、できれば忘れてしまえたようなこともあるんだよねみたいな。でもその時に、過去に起こったことって変わらないじゃんって、変わらないから、じゃあどうするってなった時に、過去に起こった事実は変わらないんだけど、それをどう受け止めて、これからの自分にどう生かしていくかは今と未来の自分だから変えられるよねっていつも思うようにしてるんだっていう話をしたんです。でもちろんそれにプラスでね、息子とやり取りをしていろんな話もしてたんですけど、割とそういうのを受け取ってくれると思っているので、息子は。だから割と受け取ってくれてて、そっかって。そうで、自分からその話して、その話をしてるのはさ、今これ撮ってるのは当日なんで、今日の運動会のことなんだろうなって本人は分かってる。でも俺から言っちゃダメだから。で、本人が今日のこともそうだよねって言ってて、そう思うって。だから、どうこれから生かしていくのか、すごいね、なんかもうなんかせっかくの運動会6年間 6回しかない、小学校6年間6回しかないじゃん、6回しかないうちの1回が無駄になっちゃったってそう言ってたから、それを無駄って思うのか、それを生かして、じゃあ4年生の時にあれの失敗があったから、こうそれを生かせてプラスになったんだって思えるかはこれから選べるよねみたいな話をしてて、結構エゴかもしれないけど、なんか目に力が宿るというかね、なんかそんな感じがしたんですよね。だからそれが良かったかどうかなんて分かんないし余計なこと言った可能性ももちろんあるんだけど、いつもこういった場面になった時に子育てって難しいなって本当思うんですよ。塾講師やってる時もね、指導生徒指導もするからさ、
難しいんですよ本当に。言葉選び一つとっても同じ言葉でも誰が言うかによって印象は変わるし、言葉尻、その言い方とかね、表現の仕方、同じようなこと言ってるんだけど、そう、言い方一つで変わってくるしって、難しいなって。でもいつもそれも決めてることがあって、ごめんなさいね、決めてることってうるさいんですよ私。難しいことだから面白いなって思うんですよね。そうやっていっぱい悩むんですよ、いっぱい悩むんですけど、でもこういっぱい悩んだ末に自分で選んだ一言、言葉っていうのが届いた瞬間やっぱり嬉しいし、それで息子がねまた1レベルアップして前に進めたんだったら、自分の存在に意味があったのかななんても思うわけで、だからそんなことを思った夜でした本当はちょっと違うテーマ喋ろうかと思ってたんですけど、まあ、タイムリーでちょうど話したかったので、なんかそんなことを思った。だからなんでこれ喋ったのかちょっと分かんない、多分聞いてっていうちょっとかまちょがね、私の中のかまちょが現れたんだと思うんですけど、でもみんなもさ、まあ、学生の方も多いかと思うんで、みんなもいずれ親になる時が来ると思うのね、多くの方が。その時になんかこういうこと話してた人いたなって、いや子育てって本当に難しいのよ、難しいでね、先生目指してる方もいるかもしれない、教育に携わる方もね、教育って難しいのよ本当に。対人だからね、そう、対機械じゃないからさ、対人だから人もみんな違うし、あの子に対しては A が答えだったのに、違う子に A でやったら全然ダメじゃんみたいなことも起こるわけよ。そう、でもね、答えがないことだから、難しいと言われることだから面白いんだってって思って生きていたいなってすごく思った。ちなみに息子に話したその過去は変えられないけど、その意味合いをどう捉えるかっていうのは、私を講演会でも喋ることですごく大事にしてることです。俺がいじめを受けてたこともそうだし、じゃあ1年記念日に彼女に振られたこともそうだしいろんな失敗というか辛かったこととか逃げ出したかったことってたくさんあるし、生きてるのやめたいなって思ったこともいっぱいあったけれども、それをまあ過去としてはね、その黒歴史というかね葬り去りたい過去にカテゴリーは入るかもしれないけど、でも過去を葬り去るなんて実際できないことだから、だからじゃあそれをどう捉えていくかっていうのは、これからの自分がどう選べるよねって、いうふうに毎日生きてますだからみんなが今すごい暗闇の中とかトンネルの中にいる子もいると思うし、逆にねすごく今楽しくて毎日うまくいってる子もいると思うんだけども、ハッピーな経験も辛い経験もいろんなもの全てがこれからの自分の糧にしていくことができるっていう可能性は秘めてるんだっていうのは、なんかどっかで思っててほしいなと思う。それでもね、そんな風に思えないぐらいに強い衝撃のこともあるんだけれども、全部が全部そうはいかないんだけど、でもそういう風に変換できるものもあるよねっていうのはぜひ覚えててほしいなと思って、今回ね喋らせてもらいました。はい、ということで今週もここまでねお付き合いいただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。あ、ちなみに先々週か投稿忘れちゃったやつはやっぱり時間経って聞き直したんですけど、時間経っちゃったんで消します。はい、お蔵にしました。またねなんか喋りたいなって思った時に喋ります結構自分、まあ、気分嫌なのもあって、これ喋りたいなって思った時に喋るのが一番いいと思ってるんです。なぜかっていうと、言葉に熱量が乗るので、思いがしっかり乗るからさ。だからラジオコンテンツを撮る時は絶対それが必要だと思うんだよね、エゴなんだけどさでも聞いてるみんなもその方が受け取りやすいかななんて思うので、またなんか喋るかなと思ったら撮りますのでまあぜひぜひ来週もまた聞いてみてください。それじゃあ今週1週間もね皆さんお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。